ちょっ、こんにちは。あの、今日は佐藤さんにお願いがあって。はあ、はあ、なんすか。あの、私のロッテファンの友達がいるんですけど、すごいロッテ好きで、はい、佐藤さんにここの時の話を聞いてきてほしいって言われたんですよ。はいはいはい、いつですか。あの、2005年、はい、プレーオフで、はあ、あの打った時、最後、ね、はあはあ、あの時の話ですか。はい、私ごめんなさい、あの見てないので、わかんないんですけど。でしょうね、もう15年前、はい、そうですよね。私もその頃ね、全然野球見てなかった。15年前何歳ですか。15年前、15歳。もちろん中学校、14歳か、はい、中学生、中学生中2とかだ、歴史がみたいな。だからこの前はじゃああれか、森本企画と同じような感じだね。そうですね、はい、この時のこと教えてくださいっていう。あ、そうですね、はい、だから2005年、あんまプレーオフで、はい、あ、だからまあクライマックスシーズン前進ですね、はい、だその時は3位までがプレーオフにパ・リーグは進んで、はい、でそのプレーオフを制したチームがリーグ優勝っていう。だその時はそれでリーグ優勝だったんですね。そうそうそう、形だったんですよね。で最後、あの、忘れもしない2005年、はい、ホークスと5戦3勝した方が勝ち抜けっていうところで、はい、最初ロッテが2連勝して、はい、でホークスが2連勝して、はい、で最後第5戦、うん、最後までもつれ込んだわけですね、はい、勝ったらロッテ、はい、引き分けもしくは勝ったらホークス、はい、が日本シリーズ進出だったんですよ。じゃあでも完全に不利な状態だったんですね。そうそう、もう 5戦しかしないんで、はい、なった時に、うん、あの、忘れもしない8回表、はい、あの、マハラから決勝タイムリーを打って、はい、勝ち越して3対2で勝ったんですけど、はい、でもね、あの時ね、はい、もう何回で勝ちを悟ったかちょっと言いましょうか、はい、もうね、悟ったんですよ、勝ったなっていう、はい、5戦目で。へー、2回裏で勝ちを確信しました。早すぎじゃないですか。え、スコア的にはじゃあまずどっちが点取ったんですか、はい、まずホークスが2回裏に1点取って、はい、いや2回でもう先制されてるじゃないですか、はい、で3回に追加点取られて2対0になって、はい、でももう2回裏に1点取られた時点で勝ちを確信しました、はい、え、なんで僕は取られてるのに、はい、全く意味が分かんないですよね。取られて勝ったみたいな、勝ったなと思いました、はい、それは何でかっていうと、うん、このプレーオフ、はい、第2ステージ、はい、先制したチームは絶対負けてるんですよ、はい、そういう流れだったんですか、はい、だから初戦もソフトバンクが2回の裏に先制点取って、はい、で4対2で逆転、あ、じゃあ負け、大体全部逆転勝ちしてるんですか。そうそうそう、で第2戦目も、はい、あの5回裏にソフトバンクが先制点取って、うん、はい、6回表に3点ロッテが取って、うん、で3対2で逆転、はい、うん、で第3戦目は、はい、ロッテが3回表に先制点2点取って、はい、でも最後逆転されて逆転負け、はい、で第4戦も初回1回表にロッテが先制したけど、うん、逆転負け、逆転、はい、もうここまで全部先制したチームが負けるって知ってたんですよ、はい、僕は、はい、で2回表にソフォークスが先制点取って、うん、いやいやいや、でも何があるか分かんないですよ。いやいや、そういういい流れを、ま、メンタルで植え付けていくのがいい状態で試合を送れるんですよ。まず、そっか、負けるかもしれない、負けるかもしれない、危ない、この前一旦負けちゃうじゃなくて点取られて勝ったって思って、すごいメンタルティーじゃないですか。そうですね、でもそのいい条件を常に頭に入れて、うん、はっ、ホークス先制しちゃった、うん、勝つかもしれないと思って、はい、うん、で、まあでも2対0になって、うん、で、1、2、3、4、5、6回表に1点返して2対1で、はいはい、まあ、その、ね、奇跡の8回表に来るんですけど、はい、ここでまず1つ目の奇跡が、はい、あ、相手に見せ投手って言って、はい、で初芝さんが大体出て、ただ の, あのサードゴロを、うん、あのその時のバティスタとムネリンがぶつかって、はいはい、ただのサードゴロなのにぶつかって、はい、で投げる体勢が崩れて投げるんですけど、はい、内野安打になったんですよ、はい、普通にやっとったら楽勝だと、はい、それがでノーアウト1塁出ました、うん、で次福浦さん、はい、ライト前ヒット、はい、ノーアウト1塁、はい、4番サブローで僕5番だったんですよね、はい、でサブローが打席に向かった時に8回表、はい、2対1で負けてる状況じゃないですか、さすがにバントかなと、はい、思ったんですよ、うん、そしたらバントのサイン出たんですよね、はい、やっぱりなと、はい、だサブローバントファールしたんですよ、はい、だからバントのサインが消えたんですよ、はい、あ、強行なんやと思ったら、ファースト横にセカンドフライかファーストフライのファールフライアウト、はい、でワンアウト1、2になったんですよ、はい、うん、でもうサブはみたいな感じだったんですけど、いやそれつらいな、でも5番手ですか、はい、僕はネックスでどう思ったか、はい、はあ、神様はやっぱり俺に決めろって言ってんやな、すごいメンタリティーすごいメンタリティー
って思っちゃったんですよ、ネクストで、はい、あの福岡ドームの当時、うん、サブロン、そのちょうどね、そのファールフライが見えるっすから、はい、でアウトが取った、はあ、やっぱり神様は俺に決めろって言ってんねやな、ああ仕方ないなみたいな感じで、はい、ネクストから行くんです、バッターボックスから、はい、で、まあワンアウト1、2塁ですよね、はい、で、そのプレーオフ、僕は2本のホームラン打ってたんですよ、はい、杉内と和田から、うん、で両方杉内はスライダーをレフトへ、はい、で和田はカーブをセンターバックスクリーンにホームラン打ってて、はい、でその試合先発杉内だったんですよね、はい、でそれであの1打席目もあの速いストレートにつまいながらファーストフライとか、うん、であとデッドボールあったりなんかして、はい、まあ、その試合はそこまでノーヒット、はい、でピッチャーはその時マハラだったんですよ、うん、店さんからマハラに変わって、はい、で8回、うん、でキャッチャーは的場、はい、その時城島がのエースキャッチャーが骨折で出れなくて、で的場になったんですよ、はい、で僕の後ろがベニー、はい、その時にこの、うん、やっぱり神様も俺に決めろって言ってんねんなっていうところからの打席に向かうまでの時間で、はい、冷静にこのプレーを振り返って、はい、遅い変化球はホームラン2発打ってて、うん、打撃もいい打撃してると、うん、はい、速いストレート系は今日も詰まりながらファーストファールフライとか、うん、捉えきれてない、うん、ってなった時に相手のキャッチャーが考えるのは的場がね、はい、もう的場はその実績がないわけですから、はい、なんとか早く終わりたい、うん、で次ベニー、はい、外国人、はい、ベニーまで回したくない、うん、僕で終わらしたい、はい、でピッチャーはマハラ、まっすぐに力があって自信があるピッチャー、はい、もう詰まらして内野ゴロでダブルプレーで終わりたいと思ってるはずやって、はい、うんうん、ってなった時に、はい、僕は、うん、このシリーズ変化球うまく対応してる、うん、でストレート差し込まれてる、うん、でインコースがもともと得意じゃない、うん、ピッチャーストレート速い、はい、それが得意な球、はい、ダブルプレー取りたい、うん、詰まらしたい、うん、初球インコースストレート絶対やなと思って、うん、はぁよしよし、これはもう初球絶対インコースストレートやと、はい、もうそこだけしか見てないですだから、はい、もうそこだけ見てそのところにボールが来ると思って、もうその1点しか見てないです、うん、インコースしか、はい、でそのインコースストレートのタイミングとったらバーにも来た、そのストレートが、はい、しかもちょっと甘めに、はい、あと打つだけコーンってフェンチョクで2点入ったんですよ。じゃあ初球のホームランだった、うん、ホームランです、そのフェンチョクで、そうそうそう、はい、はい、で2点入って3点、はい、だからそれはもう全部僕の中ではもう想定ない、へえ、そう初球だからもう今までのプレーオフ全部の打席が僕にとったら序章っす、へえ、振り返って全部序章、結果的にね、はい、序章にしなきゃいけないんで、はい、全部結果的に序章にして、うんうん、その全てのことを全部つなぎ合わせて、うん、パズルのように、はい、ってなったらあなたの心情メンタリティ理解してますよと、はい、ピッチャーこの状況、はい、あなたこうしたいですよね、うん、で僕はこういう状況ですよね、もうそこしか来ないんですよね、はいよそこ、はいいらっしゃいみたいなとはもう来て、はあ、だからもしそれ変化球入りだったら、はい、多分打ててないです、へえ、そこしか見てないから、だからもう佐藤さんの分析が大当たりしたんですね、100%で来たら入るか、あと打つだけ、はい、あーって変直で、で潜った瞬間抜けたと思ったから、はい、ハッサンと福浦さん走れーみたいな、はい、で福浦さんは同じ話聞くと、うん、あの人生で一番速く走った人、ファーストからホームへ、なんでもしかしたらホームでアウトになってる可能性もありますよね、そうそうそう、でギリギリ、うん、あのクロスプレーでセーフになったんですよ、はい、足が速く入って、はい、で逆転で3対2で結果的に勝ったんですけど、はい、もうここの勝負ですよね、勝ちです、ね、でもそれでもし佐藤さんがじゃ逆の立場だったとしますよ、はい、的場選手の立場だったら、はい、で、まあ、バッターが佐藤さんだと同じようなことって考えるじゃないですか、ね、やっぱ初球インコースいきますか、あでも僕の場合はまだその、はい、ダブルプレーで終わりたいと思ってないかも分かんないです、あーなるほど、はい、1人ずつでアウトでいいっていうことを思ってたかも、あじゃあやっぱそのキャッチャーのどういうふうに試合を展開したいかとかも変わってくるわけですね、うん、そうそうっていうのもずっと出てんのか、うん、ずっと出てなかったのかのも、はい、そのね立ち位置にもよるし、はい、そういったところをもう冷静に分析して、はい、その場面ですよ、うん、いやでも分析すごいですね、まあ、ここの勝利ですよね、いや本当ですね、もうよっしゃーみたいな感じで策はまったんで大当たりですからね、その時ガッツポーズしてレフトスタンド見た時のあのファンの人の光景忘れないですね、はい、やっぱスローで見えたりするもんですか、そうす、であとはベンチがもう大盛り上がりやから、はい、もうあのベンチのレフトスタンドの光景も忘れないですけど、うん、セカンドベースからベンチ見た時の、はい、あの三塁側ベンチの歓喜の、ああもうサヨナラからみたいな感じでベンチ出てきてたから、はい、うん、あれはすごい感動もの、へで、まあ、これも多分その則本の時も動画ありますよみたいな、はい、ありましたけど、はい、あの多分これも動画あると思うんですけど、はい、福浦さんがベンチ帰ってきて、それは僕はそこまで見えてなかった、後で映像を見て分かったんですけど、はい、そのボンダして落ち込んでるサブを、はい、
と大塚さんとかとみんなで抱きが抱えて、はい、やったぞみたいなのも感動的で、福浦さんがベンチから僕を呼ぶやつとか、はい、わもうすごいドラマかっていうぐらいの、これ後で見たことだから、うん、もうあの時は興奮してるからあっちからゴーが来るのしか分かんなかったけど、はい、あれはすごかったですね。ちょっと涙目じゃないですか、うん、あれはね、感動もますほら、ちょっと、ね、普段、あ、まだ、あ、ね、泣きますもんね、でも意外と、いや、意外と泣きますそうだ、今、はい、泣かない人だって言おうとしたら、あ、チアランで泣いてたもんね、あれは感動したっすね。で、まだ追加の物語があって、はい、で、あの8回裏、矢蓋さんが吉郎を抑えて9回になる時ですね、うん、はい、でこれはあの球児園の応援っていう回の時も、うん、はい、言ったんですけど、そこをもうちょっと詳しく話すると、第3戦目に9点裏4対0、はい、第3戦目、これ勝ったら優勝、うん、はい、もう 100% 勝った、はい、3連勝でっていうところを、守護神の小林正秀さんが4点取られて、はい、4点差を、セーブ王ですよ、その年の。はい、4点取られて追いつかれて延長で逆転されて流れが一気に変わったっていうのがあったんで、はい、うん、その時にあの要は正也を心の底から信用できるかって信用できてなかったんですよね、うん、大丈夫かおい、はい、あの4点差まで今日1点差も ここまで来てこれで負けたら逆やつっていうので、うん、大丈夫なんかなってずっと心配があって、はい、でピッチャー交代するから、うん、ベンチからマウンドまで歩いていってピッチャーをまあ待ちますよね、はい、その時に歩いていきながらパッとレフトスタンド見た時にあの I believe っていうのをこう掲げてたんです、ファンの人が、はい、ほぼ全員が、うん、で見た時にちょっと感動する、うん、マウンド行く時に掲げてて、うん、そうやと、うん、ファンの人らが俺らを信じてくれてんのに、はい、うんうん、あの俺がマサヤンを信じてやれへんのってどうなんやと思って、うんうん、あ、涙です。すごい涙です。佐藤さんも涙です。俺が一番マサヤンを信用してやらなきゃいけないんちゃうかと思って、はい、うん、あんだけファンの人が信用してくれてて、うん、しかもその31年間も待ってくれてて、うん、ってなった時に、いや俺がちゃんと信用してやらなきゃと思って、うんうん、あれこう掲げてなかったら、はい、ひょっとしたらうまいリードできてなかったかも、うん、でそれで行って、はい、そうやと思って、うん、マウンド上では堂々と、はい、マサヤン待って、うん、マサヤン走ってくるとかって出てきた時に、うん、もう頭任したからって一言言って、で行って、うん、で先頭がまたねフォアボールなんですよちょっとそれは本当に信用していいかって疑う、うん、でも俺がやってくれてるから、あ、でもそうね、俺が何とかしてもう疑いの心出たら、うん、アイビリーブ、俺が一番信用して、はい、俺が何とかしてやらなきゃっていう思いが強いから、うん、いや、こんなん出してもここは何とかって、はい、で次鳥越さんがファールして後ろかかってもう何として取ろうと思って飛びついたけど取れなかったりとかしながら、はい、まあ、バンドされて、うん、でワンアウト二塁になって、はい、で柴原さん川崎宗凛だったんですよ、うん、1、2番で、はい、でフォアボールもコントロール定まってないから、うん、まあ、相手はそうスライダーとかの空振り三振しないようにとか遅い球をケアしてるやろうと思って、うん、でシュートも定まってないから、はい、もうインコースまっすぐでもう力勝負やと思ってインコース投げさせてでショセカンドのハーフフライ、うん、で次ムネリの時も変化球を見せ玉にしてまっすぐ勝負やっつって、うん、で最後ストレート甘めに入ったんですけど力でレフトフライになって勝ったんですけど、あのこの横断幕のアイビリーブがなかったら、はい、うん、正直そこまで信用できてなかったですね、僕も人間やから。なんかあんまりこの観客の方とか声とかって気にしなそうなタイプかなと思うんですけど、うんうん、あの時は、あの時は本当あの、ね、ファンの人たちには本当感謝しかないっていう、うん、あの、よう、しかもそのアイビリーブ持ってたなっていう、本当ですね、だからこれ言ってるだけ、信じてるぞとかじゃ、うん、ね、聞こえてないかも分かんないし、はい、その胸打たなかったかも分かんないし、はい、そう見た時に、ね、福岡、あの時福岡ドームって言ったら多分 95% ぐらいホークスファンなんですよ、うん、で 5% ぐらいあのレフトのちょっとしたところだけがロッテファンのところで全員が掲げてる、うん、あのアイビリーブがもうめっちゃでかく見えたっすもん、はい、っていうぐらい。だからまあね、僕がもし球団社長になったら、うん、スローガンは一生アイビリーブっす、もう変えない、はあ、だからファンは選手を、球団を信用する、うん、選手は仲間を信用する、うん、ファンを信用する、みんなが信じ合うのが一番力になるっていうことを、うん、こう2005年身をもって分かったし、それのおかげで最後のマサヤン信用できたから、はい、あのアイビリーブは僕の中での人生のもう一番の座右の銘かもっていうぐらい、あれは大きかったっすね、私その当時のこと何も知らないんだけど全然見てなかったのに、あの本当にマウンドからブルペンに歩いていく数十メーターの
あの感情の変化はあれのおかげですね。でもだからマウンド上で正也待つのはもう堂々と待ってます、うん、いやなんかファンの声ってなんかよく何でしたっけ、まあ、マラソンとかでもファンの声援が力になるって言うじゃないですか、うん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 、やっぱりその通りなんですよね、うん、野球でもどんな競技でもね、ファンの声って大事なんですね、本当に。そうなんですよ、ね、っていうところでですね、うん、まああの墓場さんが泣いちゃいましたけど、はい、泣いちゃいましたけど、ギリギリだったじゃないですか。俺はもうとどめてるから今もまだ嫌われてますよっていうのがね、はい、まあ、2005年プレーオフでの、うん、まあ、攻守にわたる出来事でしたけど、うん、まあ、その時はですね、ロッテファンの皆さんは本当にありがとうございます。あのおかげで日本一になれたと思いますし、はい、まあ、だからね、まだ今プロ野球、うん、この動画が出てる時は多分まだ開幕してないと思いますけど、はい、あのファンの皆さんもね、うん、なんとかこの苦難を乗り越えてですね、うん、あのだからまあみんなもね、みんなにも掲げたい、はい、I believe っていうの。そうですね、私たちもまたプロ野球がこれからね、はい、もううまく開幕していけるように I believe、 I believe でね、はい、いきたいと思うんで、はい、まあ、これからもですね、あの、まあ、みんなでね楽しい、まあ、動画もできればいいし、うん、はい、まあ、プロ野球もね楽しく盛り上がってくれればなと思います。はい、はい。